がつながっております。すごい。街の中にこっそり佇む隠れた空間を訪れるアンナ秘密の隠れ家。今回はいつもこの四条大橋のあたりとかね、歩いてるとやっぱこう京都来たなっていう感じになるんですけど、お天気もいいので散歩も楽しめそうです。春の京都で秘密の隠れ家探し。本日の隠れ家は花街祇園にこっそりと佇む天使の図書館。天使の図書館、なんかあんまり京都っぽくないというか結構メルヘンなお題な感じしますけどね。あーザ京都って感じ。祇園四条駅ですね。祇園の隠れ家、一体どこにあるんでしょう。こんにちは。その前にちょっと気になるお店が。うおー、これは何や、めっちゃ綺麗。手ぬぐい？そうですね、手ぬぐいです。手ぬぐい。こちらは創業400年の老舗永楽屋。江戸時代から続く手ぬぐいの専門店です。これめちゃくちゃ種類あるんちゃいますか？そうですね、まあ1000柄ぐらいは1000柄作ったりしてますので、5月の兜に夏を彩る花火など四季折々さまざまなデザインの手ぬぐいが並びます。カップルがこういった形で、少し想像していただくような形の、かわいい。これでも100年ぐらい前のデザインを、復刻したもの。これ100年前のデザインなんですか？そうです、はい。めっちゃかわいい。これ祇園の隠れ家についても聞いてみました。この辺りで天使の図書館っていうのがあるらしいんですけど、聞いたことあります？祇園の地に天使。はい。申し訳ございません、わからないそうですよね。私も老舗のご主人でもわからないということで鴨川の方へ向かうことに。いや、鴨川沿いはお天気も良くて気持ちがいいですね。すると、めっちゃおしゃれなお店あるんですけど、カカオマーケット。かわいい。ちょっと入ってみますか。チョコレート、チョコレート。実はこちらが本日の秘密の隠れ家、カカオマーケット by マリベル京都。ニューヨークに本店があるチョコレートショップのサブブランドです。うわー、かわいい。チョコが宝石に見えますね。いっぱい種類もある。店内の可愛いチョコに目がない高木さん。でも一体どこが秘密の隠れ家なんでしょうか？忘れてましたね。そうでした。天使の図書館。天使、洋風なメルヘンな雰囲気から天使いそうですけどね。あれちゃいます？天使、天使いました。上を見上げると天使を発見。天使の図書館があるって聞いたんですけど、はい、ありがとうございます。もしかしてここですか？そうですね。あ、はい。ここと入り口は別にあるので、そこに入れて探していただいてもいいですか？探す、はい、お願いします。これは何ですか？こちらが秘密の番号になってまして、はい、この番号を入れると、扉が開きますので。見つけられへんかったら、キーナンバーを渡され、秘密の扉を探しに一旦お店の外へ。あ、羽がある、かわいい。インスタ映えってやっちゃいます？天使になってますそしてお店の裏側には怪しい入り口が。あ、エンジェルライブラリー、これちゃいますか？秘密の番号を入れてみると、入った。あ、すごい。地下に道がつながっております。すごい奥。そこには地下へと続く階段が。わあ、めっちゃテンション上がる。ここは
秘密の番号を手にした人しか入れないチョコレートショップの地下にある秘密の隠れ家、エンジェルライブラリーです。なんかちょっと映画の世界に溶け込んだかのような感じですけど、実はこのエンジェルライブラリーにはこんなストーリーが。天使たちはチョコレートを美味しくする研究をしてるんですけど、その中で人を喜ばせるためにどんなことをすればいいのかっていうので、この本を読んで勉強してるので、エンジェルライブラリーっていう名前になっちゃう。ここは天使たちの勉強部屋。そうです、エンジェルライブラリーではカフェメニューが楽しめます。おすすめは5種類のスイーツを堪能できるカカオマーケットプレート。まずはカフェでしか味わえないオリジナルチョコのクリームブリュレをいただきます。しっかりチョコですね。生チョコの美味しいとこ全部ギューって食べてる感じします。そしてオリジナルチョコをレアに焼き上げた人気のガトーショコラ。美味しい。ガトーショコラならではの程よいこう苦味、しっかりチョコのこうカカオ感が味わえる。他にも人気のティラミスなど自慢のスイーツが堪能できます。美味しい。チョコ大好きなんですよ。これからの季節におすすめのドリンクがアイスチョコレート。すっきりしてる。滑らかで甘さ控えめなすっきりしたチョコのシェイク。お店の雰囲気もね、上素敵でしたけど、秘密の暗号をもらってこの隠れ家的な、いや天使たちに導かれてんねんなっていう感じしますね。アンナ秘密の隠れ家、詳しい情報はライフスタイルマガジンアンナを今すぐチェック。